んこんにちは、ネクラークアドベンチャーへようこそ。今日はいろいろ買い出しでスーパーに行く予定なので、その様子を撮れたらなと思います。今ちょっとまずはお腹が空いたのでサンドイッチ屋さんに向かってます。はい、いつもサンドイッチ屋さんに。あ、スーパーライクです BDB。 この BD がめっちゃ好きって昔言ってます。BD っていうのはなんか日本の漫画みたいな感じで、カラー、全カラーでな、大きい漫画です。こういう魚屋さんとかもあります。ここがちょっとちっちゃなショッピングモール的なちっちゃいお店がたくさん入ってるようなところが地元にあるので来てます。結構みんな閉店しちゃってんのもいいけど、新しくできたお店もあります。いっぱい Fried chicken, cheese, tomato, mayo. It's quite big. This is half size. I made it in America. American っていう生の牛肉に味付けしたものにオリーブ、セロリ、キューカンバーを入れました。あとコーニッション、ピクルス、スパイシーソース。あ、スペシャルスパイシーソース、マルティーニってやつ。マルティーニ？マルティーノっていう名前らしいです。ローガンお腹空きすぎて2本目。こんなに大きいの。チーズ、パルメザン。パルメザン。スペシャル。イタリアの。オリーブ、プロシュートかな、オリーブ、ドライトマト、ドライトマト。グッド。もうそんな感じでサンドイッチを食べてからショッピングに行きたいと思います。これからこのお店に行きます。なんかちょっとディスカウントショップみたいな感じで、他のスーパーよりちょっと安めみたいなので、いろんなものが見ていきたいと思います。すっごいワイン、今家に帰ってきました。かなり暑い。スーパーの中で撮影してたら、ビデオ撮っちゃいけないって怒られちゃったので、購入品を紹介したいと思います。じゃあまず冷蔵庫に入れなくちゃいけないものから、ポルロイドみたいな名前のところから入れます。このチップスめちゃめちゃ美味しくて私のお気に入りです。これはエマちゃんのチップス。これもエマちゃんのチップス。これも私のお気に入りの B カインドの朝食のグラノーラバーと、リプトンのグリーンティー、ちょっと甘いティーですね。シュエプスを2本ずつ。これはローガンの何味かわからないファンタ。ローガンのファンタ、ローガンのお気に入りのトロピコ、これは
エマちゃんのスムージー、オレンジのものが入ってるスムージー、 100% ナチュラルなものから出てきてて、ポム、リンゴ、マンゴー、ココナッツミルク、オレンジジュースでできてるものです。箱の方が安かったのでね、このねブランドエマちゃんはすごい気に入ってて、可愛いパッケージなんです。これを何個か買いました。これはストロベリーアップル、食べたことないやつをね中心に買ってきました。あとこれかな、グリーンワン、これは青リンゴ、キウイ、バナナ、洋梨、ホワイトグレープジュース、レモン果汁が入ってます。それとエマちゃんのちょっと試してみよう、6ヶ月からのチキンとポムデタ、じゃがいもとキャロットとこのエンドウ豆のピュレ、オーガニックのやつ買ってきました。あ、もう一つあった、これはレッドワン、これは、またリンゴ、バナナ、イチゴ、スイカ、フランボワーズとレモン果汁で、これはちょっとポテトとか食べる時用のバーベキューソース、私用に、バーベキューソースが好きなので。それとこれココナッツのヨーグルト、これすごい美味しいです。なんか前に駅でサンプルを配ってて、2年3年ぐらい前から出た時にすごく美味しかったのを覚えてたので、朝食用に買いました。ローガンの好きな黒のオリーブとラズベリーとかとピーチが安かったので、エマちゃんと私用にピーチとスティック状にして私食べたり、エマちゃんの離乳食やったりしようかなっていうので、いろいろこういうの買ってきました。キュウリ、クソでかいキュウリと、これオイコスバニラ、美味しいので、あとこれオイコスのストラチャケラっていうなんかチョコチップが入ったやつ、こっちでは定番の味なんですけど買ってみました。日本のオイコスより大きいですよね。あとなんかローガンいつもこれ好きで買う、なんか生のままでも茹でても食べれるみたいで、ここには生のままと書いてないんですけど、特に茹でたり焼いたりとかして、このソーセージがローガン好きみたいです。ちょっと一回冷蔵庫に入れてきます。はい、入れてきました。次は冷たくなくていいもの、バナナ、オートミール、これはエマちゃんにやってもいいし私が食べてもいいし、ちょっと私もローガンも太りすぎなのでオートミールダイエットでもしようかなと思って、あとティッシュ、あとこれもエマちゃんが気に入ってる、あ、嘘、これ食べかけだったこれ違うお店で買ったんですけど、このシリーズのこの長いのもエマちゃんお気に入りで食べてます。これはローガンが好きなグミ、このレインボーのやつとか、このイチゴのベルトのやつ、これ日本でも見かけたことがあります。これもローガンが好きなお菓子で、ちょっとしょっぱいビスケットにチョコがついたやつ、あ、ちなみにここのメーカーのです、知ってる。あとこっちでは定番のお菓子のバグルス、ここにチーズを入れて食べたりとかもします。あとローガンの好きなこのお菓子、これ日本のコストコで一回見たことがあります。あと私ちょっとコーヒーがないと生きていけないのでコーヒーで、ちょっと高めのスーパードゥレーズ、ちょっと多分日本でいうトップバリューみたいな感じ、なんかプライベートブランドがあって結構味は定評があるみたいな感じの、ここで買ったものがちょっと安くなってたので、ラディッシュって、ラディッシュだよね、そう、エマちゃんの離乳食や私が食べるのに買いました。そう、ここでキュウリがめちゃめちゃ安かったので、こんなにでかいキュウリ、これで0.75、こっちでは結構破格と、これも安かったので買いました。あとこれフムス、この離乳食で使わなかった野菜たちをディップしようかなと思って買いました。それでは次はメディマーケットも行ったので、メディマーケットで買ったものも紹介したいと思います。次はメディマーケットっていう薬局屋さんに行ってきたので紹介します。まずこれオーガニックコットン、 100% のコットン、なんか安かったの、あのセールになってたので買ってきました。それとこのラロッシュポゼの
してやるやつ。ちょっと今使ってみようかな。あ、粒子が細かくて。そう、何にでも使えるみたいんで、ちょっとなんかエマちゃんのうんち拭いたりとか、私の顔をやったりとか、ちょっと日に当たりすぎたなって時とか使いたいと思います。同じラローシュポゼでこのミセラウォーター拭き取り化粧水買いました。これも30%オフとかになってて、お得感があって、朝洗顔用みたいな感じで買ってみました。でラローシュポゼの大人用の日焼け止め、なんかお母さんが皮膚科で使ってみていいよって言ってたので買ってみました。明日までなんですけど、日焼け止め商品が安いので買ってきてみました。それとこれも、これはウォータープルーフなのかな、ウェットスキンジェルだから両方。これはキッズバージョン、エマちゃん用に買ってきてみました。ウォータープルーフみたい。朝、スキンケアの最後に塗ってあげようかなと思ってこれを買ってきました。日中用クリーム、24時間ハイドレートしてくれて、 SPF20 入ってるクリーム買ってきてみました。こっちは BB クリームかな、 BB クリームというかちょっと色が入ってるクリーム。あ、こっちは特に UV は入ってないみたいです。 NYX、 このフランス人女性がみんな持ってるっていうオイル、髪にも顔にもヘアにも何でも使えるやつ、今プロモでこのクリームがついてました。これを買ってきました。で、このリップとハンドクリームのセットをお母さんに頼まれて買ってきました。なんかこれ友達に買ってったらすごいいいって言われて、なんかリピートで買ってきてって言われたことがあるリップです。超いいみたいですよ。あとこのハンドクリームもすごいいいみたいなので、2個セットのやつがプロモであったので買ってきました。で、これもお母さんに頼まれたちっちゃいトラベルセット。中にはここに書いてあるかな。と何語かわからない。フランス語なら読めるんですけど。あ、ミセラローション、3-in-1ミセラウォーターと、これがクリーム、48時間クリームっていうのと。でこれが私と同じこのオイルのちっちゃいバージョン、これがこのハンドクリームのちっちゃいバージョンかな。でこの最後のがフェイスボディーソープです。で次もうこれもお母さんに頼まれてたコーダリーのネイルハンドクリームです。結構大きめ、思ったよりね。私の手が大きいので、私の手ぐらいある。で、これが、なんかビタミン C のセラムがいいみたいなので、お母さんに言われて買ってみてみました。合ってるかな？ちょっと開けてみてみよう。こんな感じの。使うの楽しいと、なんか洗顔が、ポンプ式の洗顔が結構いいみたいで、今プロモで2本ついてたので買ってみました。最後にこのアベーヌの化粧水、これがなんかお店の人おすすめで買ってみました。なんかこれローションとウォーターと2層になってて、振って使うタイプで、今振られてるので真っ白なんですけど、結構こっちが透明、こっちが白いみたいな感じで、超ドライスキンな人向けのやつで、これをちょっとなんか日本から持ってきた100均のこんなちっちゃくなってるパックを自分で作るやつ持ってきたので、それに浸して使ってみたいと思います。はい、以上で私の購入品紹介でした。またこういう動画が見たいって方は教えてください。それでは今回も動画を見てくださってありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録などよろしくお願いします。それではバイバイ。